まがまがしい力は、それにこの気配は同胞のもの。貴様何やつ。 これは力の宝玉。アルゼスト様、逃げろ。この場から私から離れろ。 ぐずぐずするな。一刻も早くこの場から全軍を撤退させろ。どうやら私たちは騙されていたようだな。 ただではこの命くれてはやらんぞ。この力はまさかお前は私と同じ。 なぜだって。んなこと聞くんじゃねえよ。殺したいからに決まってんだろ。魔物どもは恐怖ってもんがねえから面白くねえ。その点人はちゃんと反応するからな。やりがいがあるってもんや。 こういう風にな。さあ答えてやったぜ。これで満足だろ。闇に魂を売ったか。ギガンタ、貴様だけは許さん。おお、勇ましいこった。どう許さねえのか知りたいもんだが。 ほら、死んじまいな。口
楽しませてくれよ。ああいい、お楽しみはこれからだ。お前らもっと俺を楽しませろ。なぜあなたが。ただ怯えるばかりと、差し違えてでも撃とうという気概はないのか。こちらは片付きました。そうか、あとは魔物どもに任せておけば。サマリル様のお呼び、ついてこい。かしこまりました。ここのところ敵が活発になってきていると感じるのは僕の気のせいでしょうか。いや、その通りだと思うぜ。戦況がひっくり返されて奴らも必死なんだ。レオ、嫌な予感がします。はっきりとは言えません。十分に気をつけてください。それはオネルテスとして、それともカルビナとして。私として。じゃあ何かあるかもな。俺、お兄ちゃんの予感が当たったとこなんて見たことも聞いたこともないんだけど。ニール、今のは聞くべき忠告だぞ。世の中には聞くべき忠告と聞かなくていい忠告、そして断固として聞いてはならない忠告があるといつも言ってるだろう。うん、ごめん、カルビナの兄ちゃん。いつも以上に気をつけて戦うよ。うんうん、それでよろしい。レオ、私も嫌な感じがするの。いつもと違う。いつもと違う。闇の軍勢に新たな魔物がいるのか、それとも別の敵がいる。ごめん、それはわからないの。でも新しい闇が近くにある気がする。これ以上は気をつけてとしか言いようがないんだけど。わかった、みんなにも注意するように言っておくよ。うん、そうして。